はい、6月1日の18時になりますね。相場解説の1時間の方をさせていただきます。まあレンジオプションで見ていたところ、上のゾーンと下のゾーンに挟まれてですね、今朝はこの辺りから動きが始まりました。まあ窓を埋めるっていう風な話をしましたけども、しっかり窓を埋めていただいてですね、その後急落したんですけども、今ヒゲを出してね、内側に戻ってきましたね。でこちらの方のヒゲを見てみると、ぎゅーっとほら、ちょっと直前まで出ましたね。このヒゲが出るってことは、下に行ってもこのゾーンの下ではですね、急激に上の方に押し戻されるっていうことなんですよね。まあですから今後の戦略なんですけども、こういうふうに取っていこうかと思います。相変わらずですね、レンジオプションなんですけども、このヒゲ先をまあ飛び抜けてね、ヒゲ先触れたらもうこれセルで入っていこうかと思いますね。同時に上の方もここを越えていくようでしたら、もう倍で入ります。その他はこの内側で推移しますので、そろそろこのまま膠着状態が続くようだったら、ギッタンバッタンで往復ビンタでね、この間も取っていこうかと思います。セルバイを繰り返してね、ちょっとリスクはありますけども、まあ資金のない方はやらないでくださいね。レンジオプションで入るのは本当愚策ですから、私はちょっと入ってみます。それでは以上です。